クラロワ実況し、あの前ヒゲウェルさんっていうあの死んだ魚をメモしているあの太ったおじさんと一緒に実況したことあるんですけど、あの喋れないんですよね。要はそのさっき言ったように 0.5 秒の範囲で動かすとか、そのユニットをこっちに動かすとかってやらなきゃいけないので、その解説をする説明をしながら喋るってできないんですよ。そのゲーム実況の人ってゲームをしながら喋るじゃないですか。このキャラクターがこうでとか、あとそのなんかドグマ風見さんみたいなおっさんになると、そのなんかゲームをしながら全然違う雑談をするんですよね。っていうのができると人もできるんですけど、僕そのゲームに集中してるんで、あの喋るとかに脳が回せないんですよ。で、あのユニットの名前もちゃんと覚えてないから、例えば説明をするときに、そのじゃあ例えばここで丸太を置くとみたいな、あの正式な名称知らないんですよ、そのあのユニットので。丸太って言ってもどの丸太やねんみたいな、樽に入ってるおっさんの方かいみたいなのもあるんですけど、これ分かんないですよね、クラロワやってないと。っていう感じで、その何かを伝えるために必要な単語っていうのが僕の頭の中の引き出しに入ってないので、あの直接伝わらないんですよ。っていうので、そのヒゲさんと、まあ、ヒゲウェイさんとその実況プレイをした時も、基本的にはその僕は解説をほとんどしなくて、イエーイとかやったぐらいしか言えてないんですよね。なので、あのゲーム実況僕は苦手でさ、アドベンチャーゲームとかだったらまあできるかもしれないですけどね。でもそのアドベンチャーゲームみたいなやつをゲーム実況すると、多分そのセリフを読むだけになっちゃうんですよね。で、前にニコニコであのシムシティ2000のゲーム実況っていうのを公式放送でやったんですけど、でシムシティってまあ街を作るゲームなんですけど、そのここをじゃあ住宅地としよう、でここを工場としよう、でここを発電所にしようとかって言って動かしてっていう、要は自分がやってる行為を口に出してるだけで、なぜそこに置いたかっていう説明を、その何だろうな、あの結構リアルタイムで進むゲームなので、よしここに住宅を置いて、じゃあここに工業地を置いてっていうんでやって、お金が足りなくなったから、じゃあ税率を動かしてっていうので、リアルタイムで考えてずっと動かしてなきゃいけないんですよ。なのでやってる最中に、じゃあなんでここに公園を置いたのとか、なんでここは道路じゃなくて線路なのっていう解説を入れるほどの余裕がないんですよ。いわゆるリアルタイムで動いているゲームと解説って別の時間軸で動かなきゃいけないじゃないですか。でこっちのリアルタイムの軸がずっと動いてるんで、解説用の時間軸が僕頭の中に作れないんですよ。なのでその実況が全くできずに、黙々とゲームをするってことになって、やっぱり実況できねえなってことになりました。はい。